ギリギリの枚数まで書く方が有利かという質問ですな。応募先の原稿の指定枚数が例えば50枚から100枚のように幅がある場合、上限ギリギリまで書き切った作品が受賞に有利になるのでしょうかという質問です。お答えします。答えはノーです。本来50枚で書き上がってしまう50枚で済む作品を100枚に薄く伸ばすとマイナスに働きます。でこういう物語だったら何枚ぐらいっていう、そのいわゆるその尺感覚みたいなもの、尺感覚って分かるかな、車の運転してる人は分かるけど、その枚数感覚、この物語だったらこのぐらいの枚数がかかるよっていうものは経験によって培われるものです。だから、まあ、50枚で終わってしまったら、まあ、無理やりその引き伸ばすことはやりましょう。でこの講座の場合、その5枚の課題を書いたら50枚の原稿を書きましょうやっていう言い方をしています。これはその短編小説として完成した50枚を書こうと言っているわけではありません。原稿用紙に換算で50枚の原稿って普段あまり書いた経験がない人がほとんどだと思います。だから締め切りまでとりあえず目をっていう経験を積みましょうというのが目的です。だからとりあえず50枚を書いて埋めるようにしてください。